北の海は、井上康氏の長編小説。1968年12月から1969年11月まで、東京新聞などに連載された。白番場、夏草冬等に続く、自伝小説、私小説三部作の三作目にあたる。沼津中学を卒業し、老人生活を送っている工作。勉強もせず、 ブラブラしながら、母校沼津中学で現役の5年生や4年生、留年生たちに混じって、柔道をやっていた。そこにある日、第4高等学校の柔道部員、ハスミという小柄な青年がスカウトにやってくる。練習で、ハスミに対した工作を投げ技で圧倒するが、いつの間にか、寝技に引きずり込まれて、散々やられてしまう。これこそいわゆる寝技に特化し、当時、 寝技技術最高峰を誇った、高専柔道であった。あまりのハスミの寝技の強さに愕然とする工作。その夜、ハスミと食事に行った工作は、ハスミの言う、練習量がすべてを決定する柔道、それこそが寝技なんです。金沢で浪人しながら練習して、うちの柔道部に入ってくださいという言葉に惹かれ、浪人生のみでありながら四校の柔道部夏、合宿に参加する。 そこに待っていたのは、勉学を法的し、宿敵の第六高等学校を破って、高専柔道大会で優勝するためだけにひたすら、寝技の練習に打ち込む、あまりに魅力的な四校を柔道部の青年たちであった。夏合宿が終わり、沼津に帰る頃、すでに工作はいつか四校に入学し、柔道をやるのだと決意していた。この作品は現在でも、高専柔道を受け継ぐ、 旧帝大柔道部員や各大学柔道部員のバイブルとして愛読されている。また、当時のエリートでありながらバンからで自由奔放な旧正高校の雰囲気も滑車されており、題名の北の海は、作中1年生柔道部員のトビや杉戸が歌う4、高齢化の歌詞から来ていると思われる。ありがとうございます。